日常生活でも欠かせない存在となったデジタル技術。このデジタル技術を使って生活をより良くすることが DX デジタルトランスフォーメーション。今回のなるほど長岡はデジタル技術を活用した長岡市の DX の取り組みについてご紹介します。長岡市大手通りにある未来へ長岡です。長岡市の DX について DX 推進部の新澤部長にお話をお聞きします。早速ですが、長岡市が DX に取り組む背景を教えてください。背景には人口減少や高齢化等による人手不足や経済成長の伸び悩みなどの課題があります。 DX による効率化、生産性向上がこの課題解決の鍵になると考えています。国もこの課題をデジタルの力で解決しようとデジタル田園都市国家構想を進めています。デジタル技術で社会課題を解決するということですね。どのような取り組みをされているのでしょうか。長岡市では市政のあらゆる分野において積極的にデジタル技術を導入して市民生活をよりよく便利にすることや地域や産業の活性化、行政事務の効率化などに取り組んでいます。同時に誰にでも優しいデジタル社会の実現を目指しています。なるほど、DX で長岡をより豊かにしようということですね。実際にどのようなことに取り組んでいるのか見てみたくなりました。渡辺さん、ぜひ具体的な取り組みを見てきてください。はい、行ってきます。ここからは長岡市 DX 推進部の穂光さんにお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。市政のさまざまな分野で DX が進んでいるとお聞きして実際に見に来ました。皆さんが利用する窓口での DX をご紹介します。まずは書かない窓口です。書かない窓口ですか。申請書類に名前や住所などいろいろ書かなければいけないイメージですが、これはマイナンバーカードなどの本人確認証を提示いただいたら、あとは職員が必要事項を聞き取りして書類を作成するサービスです。手続きを模擬体験してみませんか。はい、ぜひお願いします。それでは模擬体験をしてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日、近くのマンションに引っ越して一人暮らしを始めたので手続きをしたいのですが。はい、渡辺様、お一人でのお引っ越しですね。はい、ではこちらにマイナンバーカードをお願いします。はい、次にお引っ越し先のご住所をお願いします。はい、長岡市星葉1丁目7番9号です。今お聞きした内容で申請書を作成いたしました。こちらに署名いただき手続き完了となります。はい、これは簡単ですね。ついでに新しい住民票も欲しいのですが。かしこまりました。後ほどご用意いたしましたら会計にてお呼びいたします。住民票の手数料なんですがキャッシュレス決済でもお支払いできますよ。渡辺さん。はい、こちらでキャッシュレス決済できますよ。はい、ありがとうございます。現金いらずのキャッシュレス決済、便利ですよね。書かない窓口での手続き、簡単でした。書かない窓口はあおれ総合窓口で住民移動や国民健康保険などの手続きに対応しています。ついでに取った住民票もキャッシュレス決済でスムーズでした。渡辺さん、住民票などの証明書は窓口に来なくても取得できるんですよ。マイナンバーカードがあればお近くのコンビニで取得できます。またスマホからオンライン申請して郵送で受け取ることもできるんです。もっと簡単に証明書が取れるんですね。証明書の他にもオンライン申請ができるメニューを充実させています。粗大ごみから水道の申し込みまでいろいろできるんですね。オンラインだと自分の時間に合わせて手続きができてとっても便利です。
手続き以外でもオンラインを活用して新たな取り組みを始めています。医師が不足している中山間地の医療を確保するため、山越地域でオンライン診療を行っています。さらに高齢者の移動の負担を軽減するため、オンライン診療車も導入されました。また皆さんが直接目にすることはありませんが、健康相談の電話窓口では AI で職員をサポートするシステムを導入しました。相談に応じる会話の内容から AI が必要なヒアリング項目を表示してくれます。これにより経験の浅い職員でも的確な相談対応ができるんです。デジタルを活用することにより私たちの生活がより便利に豊かになるんですね。2022年11月から長岡市内の小売店や飲食店などで使えるデジタル地域通貨長岡ペイが始まりました。スマートフォンを使って支払いができるキャッシュレス決済サービスです。2024年1月末現在、アプリ会員登録数は2万2000人を超え、利用総額も5億円を突破。2023年12月3日現在ね、長岡市内183店の取扱い店舗が参加しています。一つはキャッシュレス化の推進です。お客さんの利便性向上はもちろんですが、業務の効率化を助けます。またポイントキャンペーンも実施しながら、市内事業者の売上拡大、地元経済の活性化につなげます。学生さんから主婦の方含めて大変多くの人に使っていただいてます。ポイントがつくことが多いので、すごく喜ばれてますね。比較的簡単なので、慣れてくればスムーズに皆さん対応していただけます。今回年末年始に特別なキャンペーンさせていただいて、多くのものをついでに買ってもらうようなことも起きたと思いますね。利用傾向などのデータを分析し、マーケティングやより効果的なキャンペーン施策の検討に生かしていきたいと考えています。この他にも様々な分野でデジタル技術の活用が広がっています。農業分野では労働力不足の解消や新規就農者の獲得のため、最新の技術を活用した農業スマートアグリを進めています。実際にドローンや自動運転などのスマート農業機器の体験や研修を、農業者から子どもまで誰でも受けることができる場所を開設し、持続可能な農業の実現に取り組んでいます。教育の分野においては、長岡市が進める ICT 情報通信技術を活用して、一人一人に最適な学習を提供するエデュダイバー構想の一環として、独自の学習コンテンツや体験活動などの情報を集約したウェブサイト、コメプラを運営。子どもたちの興味や関心の幅を広げるためのさまざまなジャンルの動画やイベント情報などを配信しています。デジタル機器を使ってゲームの腕を競う e スポーツ、年齢や性別、地域などに関係なく楽しめる特徴を生かして、地域のにぎわいづくりや世代を超えた交流、健康づくりを促す取り組みを始めています。位置情報をもとに除雪車の稼働記録を自動で集計できる除雪稼働管理システムを導入しました。除雪業者が市に稼働記録を提出する手間や受付事務を削減することができます。また除雪車の運行状況をリアルタイムで把握することもでき、作業の進捗管理や市民からの問い合わせに活用できます。少子高齢化や人口減少は長岡市のような自治体にも影響があるのではないでしょうか。そうですね、少子高齢化は担い手不足などさまざまな行政課題を生む一方で、人口減少に伴う職員の削減は避けられません。そんな中でも質の高い行政サービスを提供していくためにデジタル技術を活用します。自治体運営でもデジタル技術の導入が鍵となるんですね。はい、デジタル技術で徹底的に行政事務を効率化して、人がやるべき企画立案や相談業務に職員が力を傾けることで、持続可能な自治体運営を目指していきます。どのような取り組みをしているのでしょうか。
実は初めにご紹介した AI 相談支援サービスも AI が会話の音声を文字データ化して相談記録を自動である程度まで作ってくれるんです。この他にも様々な取り組みを始めています。定型的なパソコン作業を自動処理する RPA や申請書などの紙に書かれた文字を自動で読み取りデータ化する AIOCR を導入し、作業時間を年間で1万8000時間以上削減しました。今年度からは生成 AI、ChatGPT の活用も始めるなど、新しい技術を取り入れながら効率化を進めています。水道管の漏水を人工衛星と AI を使って調べる新技術を県内で初めて導入しました。衛星から照射した電磁波の反射を AI が解析することで、水漏れの可能性があるエリアを絞り込む仕組みです。これにより、人海戦術で10年間かかっていた点検期間が3分の1程度に短縮され、経費も6割削減できる見込みです。施工管理の現場では、職員が事務室にいながらリモートで現場確認ができるスマートグラスを導入。実際に現場へ行く人員の削減が期待されます。デジタルでより便利に効率的にという取り組みを続けることがより豊かな社会への変革につながると考えています。なるほど、デジタル化の積み重ねが DX につながるんですね。 DX が広がり誰もがメリットを受けられるといいですね。そうですね、長岡市では誰もがデジタル技術を活用できるように教室や講座も開催しています。デジタル技術を使いこなせる人と不慣れな人の間で生じる情報格差の解消やデジタル人材の育成に取り組んでいます。長岡市は市内のコミュニティセンターなどで高齢者を対象にスマホ教室を開催しています。参加者は基本操作やメッセージアプリ、LINE の利用方法を学びます。じゃあ、今僕がおはようございますって入れますね。あ、おはようって入れます。おはようでいいよね。おはようって入れますので、皆さんも僕におはようと返信をしてください。LINE は、以前から使ってたんですけども、こんなに機能が多くあると思わなかったし、それがまた使えるようになったんでね、非常にためになりました。知り合いに教えてやりたいと思っています、はい、例えばそのものの写真を撮って、それが何であるかどうであるか、また英語のわからないものを写真撮って、それが日本語にまたね変換されて聞くことができたのですごいと思いました。教えていただいたんで、これからできるようになりたいと思います、気楽に。長岡市は優れたアイデアやデジタル技術を活用できる若い人材の育成に取り組んでいます。この日は連携協定を結んでいる NTT 東日本と市内高校生向けにプログラミング講座を開催しました。新型コロナウイルス、それについての解決できるプログラムが自由課題になってて、それを解決するためのプログラミングを作りました。騒音とかその辺 CO2 濃度がどんぐらいあるかっていうのをグラフにして可視化することで分かりやすくしました。今私たちが学んでいるようなことをもっと深く掘り下げて学んでいって、もっといい街にしたいです。デジタルの力で長岡を豊かにしようとする長岡市の DX の取り組みについてご紹介しました。私たちもこの役立つ技術を活用していきたいですね。今回のなるほど長岡はここまで。次回もぜひご覧ください。